やっぱ完全に忘れてた。昨日夜酔った勢いで部屋に入れちゃったんだっけ。恐竜。それではご紹介します。練馬大根栽培農家の石井さんです。石井さん、おはようございます。はい、おはようございます。石井さんは、なんと江戸時代からここ練馬で大根を育てているのが始まったんですが、ギャルは悩まない。ただ畑ですね。それでは石井さん、今日は伝統的な練馬大根の作り方を教えていただけるとのことで。はい、今ちょうど種まきの季節でしてね、これこのように。あ、これが種なんですね。ちょっとどいて化粧するから。日差しの日々のお手入れが大切なんです。そうなんですね。いろんな土壌と環境で、なんで今だけの大根が生み出されてるんですよ。 CM の後はお天気です。雨宮さん、よし、ちょっと出かけるけど部屋のもの勝手に触んなよ。行ってきます。究極のチャーシューに揚げ揚げの極太麺、すべてのラーメン好きに作る人類未踏の国を体験せよ。このラーメンガチだぜ。恐竜も悩まない。ごめん、起こしちゃった。恐竜も晩ご飯食べる？え、違った？いや、これ私んだし。わかったよ、恐竜の分も作るよ。ちょっと待って、恐竜にラーメンあげていいの？は？全然情報ねえし、マジ使えねえ。ま、いけんじゃね？ギャルは楽観的。とりあえず一口だけ食べてみ。ん？ん？お前、絶対ラーメン食べたことあるよな。ギャルと恐竜、恐竜チャンネル。
ただいま。恐竜ちょっと手伝って。恐竜が好きなやつ買ってきたよ。ほい、ラーメン。恐竜くんを探せ。よーし、今日バイト休みだ。つっても予定ないけど。恐竜はさ、今日なんか予定あんの？だよな。どっか行く？恐竜。あ、一昨日から部屋にいるんですけど。ああ、そうなのね。部屋に入れるのまずかったっすか？そうね。うちの猫ちゃんたちが怖がらないなら大丈夫かな。じゃあ大丈夫だ。あ、猫の餌余ってるんですけど、いります？恐竜食べなくて。あら、助かるわ。いや、助かるのは私の方だし。よかったわ、猫ちゃんたちが怖がらなくって。マジそれ。恐竜が怖がっている。いってらっしゃい。おーい。これどこに向かってんの？なあ、今日もうち泊まんの？え、何？早くしろよ。もし泊まるなら歯ブラシとかタオルとか買わなきゃいけねえだろ。よし、じゃあドンキ行くか。恐竜。恐竜チャンネル。
Help!